女優の角替和枝さんが死去されました。江本明さんの妻でもあった角替和枝さんですが、様々な役柄を演じる名バイプレイヤーとしても注目を集めた女優でもあります。夫婦で芝居に人生をかけた角替和枝さんと江本明さんですが、その経歴や詳しい家族構成についてまとめました。女優角替和枝さんが死去。とにかく芝居の夫婦経歴まとめのイメージ。目次。1. 角替和枝さんのプロフィール。2. 角替和枝さんの旦那は江本明さん。3. 角替和枝さんの詳細な家族構成は。4. 角替和枝さんの死去の理由は。ご近親者のみの葬儀の前には奥田栄治さん夫妻らも弔問に。6. 角替和枝さんは原発不明癌で死去された。角替和枝さんのプロフィール。女優として活躍された角替和枝さんですが、どのような人なのでしょうか。死去された角替和枝さんは、これまでどのような活躍をされてきたのでしょう。角替和枝さんのプロフィールについて詳しく紹介します。死去された角替和枝さんの経歴。愛称。本名、江本和枝。生年月日、1954年10月21日。現在年齢、享年64歳。出身地、静岡県伊原郡富士川町。血液型、顔文字、驚き型。身長、160センチメートル。体重。活動内容、女優。所属グループ、東京乾電池。事務所、ノックアウト。家族構成。角替和枝さんは高校卒業後に仲間と劇団を立ち上げ、芝居を始められたそうです。その当初は塚康平さんの事務所に所属していたようですが、その後、死去まで所属していた東京乾電池で活動をすることになります。この東京乾電池は、角替和枝さんの生涯の伴侶となる柄本明陽さんが立ち上げた劇団でした。このことが縁で、後に角替和枝さんは江本明さんと結婚されます。角替和枝さんはヒロインなどを演じることは少なかったものの、名バイプレイヤーとして活躍されていきます。当初は舞台を中心に活躍されていましたが、角替和枝さんは NHK の連続テレビ小説にも脇を固める役として数多く出演されています。初めての朝ドラ出演は1982年の手塚さとみさん主演のハイカラさんでした。角替和枝さんの葬儀に近親者のみが参列、夫、柄本明が喪主。その後も角替和枝さんはひまわり、あぐり、お日様、花ことあんなど、NHK の朝ドラに数多く出演されました。また、角替和枝さんは朝ドラ離れではなく、2時間ドラマから連続ドラマまで、幅広い作品に名バイプレイヤーとして出演されています。そのため、角笛和枝さんは若い人から年配まで、ファン層の広さにも定評があります。角替和枝さん。実は角笛和枝さんはゲーマーであることでも有名です。これまでプレイしたゲームは、ゼルダの伝説やスーパーマリオシリーズなど数多くあったそうですが、あまりにゲームに熱中するあまり、手を疲労骨折してしまったというようなこともあったようです。家庭でも怒った時にはゲームを引き合いに出して怒るということもあったそうです。角替和枝さんの旦那は江本明さん。
角笛和江さんの旦那は先に紹介しましたが、俳優やコメディアンとして活躍されている江本明さんです。とにかく二人の間には芝居しかなかったと言われるほどだったそうですが、その江本明さんはどのような人だったのでしょうか。病気で死去された角笛和江さんの旦那の江本明さんについて紹介します。愛称、エモちゃん、エモアキ。本名、エモトアキラ。生年月日、1948年11月3日。現在年齢、69歳。出身地、東京都中央区銀座。血液型、B 型。身長、175センチメートル。体重。活動内容、俳優、コメディアン。所属グループ、なし。事務所、ノックアウト。家族構成、妻、角笛和江。江本明さんは両親や家族が映画や演劇好きだったということもあり、その影響を大きく受けて成長したようです。また、住んでいたところが東京の銀座ということもあり、歌舞伎座などもそばにある環境の中で、江本明さんは自然と演劇に没頭していったようでした。高校卒業後は一旦就職しますが、その後、劇団乾電池を立ち上げます。江本明さんはその独特の風貌や個性的な演技で注目を集め、すぐに映画やテレビドラマなどに出演し、人気を集めていきました。1998年には肝臓先生で主役の肝臓先生こと赤木風を好演し、23回報知映画賞主演男優賞や日本アカデミー賞最優秀主演男優賞などを受賞されます。さらに2004年には映画座頭市で毎日映画コンクール男優助演賞を受賞されています。ニュース、角笛和江さん、原発不明癌で死去64歳夫、江本明今はそっとしておいてシネマトゥデイ、シネマトゥデイ角笛和江さん、原発不明癌で死去64歳夫、江本明今はそっとしておいてシネマトゥデイ江本はかねてより闘病中でし。角笛和江さんと江本翔さんはおしどり夫婦として知られ、角笛和江さんはエボン翔さんら家族から和江ちゃんと呼ばれており、角笛和江さんは江本翔さんのことを結婚後もエノちゃんと呼んでいるそうです。晩年には夫婦で英会話に通うなどし、その仲睦まじさは年を経ることに一層強くなっていったようです。角笛和江さんの詳細な家族構成は、死去された角笛和江さんと江本翔さんが夫婦だということはわかりましたが、他の家族はどうなっているのでしょうか。角笛和江さんの詳細な家族構成について紹介します。長男は俳優の江本佑さん。角笛和江さんの長男ですが、俳優として活躍されている江本佑さんです。江本佑さんは1986年12月16日生まれの31歳で、東京生まれの東京育ちです。高校は芸能人の子供が多く通うことでも知られる和光高等学校に通い、その在学中に映画美しい夏霧島のオーディションに合格し、主役に選ばれました。この作品が、江本優さんの俳優としてのデビュー作品となります。2003年に前述の映画美しい夏霧島でデビューした江本佑さんですが、この作品での演技が評価され、2004年に第77回キネマ旬報ベスト10新人男優賞、
さらには第13回日本映画批評家大賞新人賞を受賞されました。その後も柄本佑さんは数踊り時の映画や舞台などで主演を務め、演技派俳優としての地位を築き上げていきます。今年も柄本佑さんは日本の映画に主演されています。まずは前田敦子さんとの共演も話題になった素敵なダイナマイトスキャンダルです。この作品は作家でサックス奏者の末江明さんの自伝を元にした映画です。柄本佑さんはこの作品で主役の末江翔役を演じ、複雑怪奇な人生を歩んだ末江明さんを味わい深く演じて話題になっています。また、君の鳥は歌えるでも柄本佑さんは主演しており、冷凍倉庫のアルバイトをする僕を演じています。柄本佑さんは来年公開予定の映画にも出演が決定しており、菅田将暉さん主演で話題を集めているアルキメデスの対戦では、主要キャストの一人である田中翔士郎役で出演されるようです。次男は俳優の柄本時生さん。人生で初めて芸能人と間違えられた。柄本時生さんですか。そして、角替和恵さんの次男の柄本時生さんもまた俳優として活躍されています。実は柄本時生さんのデビューのきっかけは少し変わっています。兄の柄本佑さんが受けることのできなかったオーディションを代わりに受けて合格し、俳優デビューされたのだそうです。2008年には映画俺たちに明日はナイスで初主演も果たしています。父や兄と共に個性派で演技力のある俳優として注目を集める柄本時生さんですが、実はメンズブランドフィンガリンのルックモデルとしても活躍されています。また、柄本時生さんは、草薙剛さんが声優で主役を演じることで話題になっている牟田深津にも、草薙剛さん演じるアンジェリーノのルームメイトであるヴィンス役として声優デビューされています。長女の榎本香の子さんは舞台裏方の仕事。角替和恵さんには娘も一人おり、この長女は現在、舞台などで裏方の仕事をしているそうです。名前を柄本香の子さんと言います。長女の柄本香の子さんは年齢など多くの個人情報は、一般人であるため非公表となっています。現在長女の香の子さんは映画の制作進行として活躍されているそうで、主に三池崇史監督の作品などにクレジットがあるようです。長男。柄本佑さんの妻は女優の安藤サクラさん。安藤サクラと柄本佑の慣れ始めが強烈。好きな人にされたら嬉しいけどそうじゃなかったら、小。角替和恵さんの長男の妻は女優の安藤サクラさんです。安藤サクラさんは現在最も注目されている女優と言っても良いでしょう。安藤サクラさんと柄本佑さんの出会いは2008年の秋田十文字映画祭だったそうです。出会いの後、安藤サクラさんと柄本佑さんは3年間の交際を経て結婚します。実は安藤サクラさんの父も俳優であるため、二世同士の結婚として注目を集めました。安藤サクラさんといえば、カンヌ映画祭の最高賞であるパルムドールを受賞した万引き家族に主演していたことでも注目を集めました。安藤サクラさんが演じたのは、とある訳あり家族の妻である母である柴田信代役でしたが、一見すると本物の家族のようにつつましく仲睦まじく暮らしていましたが、実は全員が血縁関係のない家族だったことが終盤明らかになるというお話です。
第一子長女出産後に朝ドラ出演が決定。カンヌ映画祭でパルムドールを受賞した作品で主演して注目を集めた安藤サクラさんですが、現在は NHK の連続テレビ小説満腹でヒロインとして活躍しています。実はこの満腹のヒロインに安藤サクラさんが選ばれたのは、長女を出産した直後のことだったそうです。ヒロインを降りるかどうするか迷っていた安藤サクラさんの背中を押したのが、姑の角替和恵さんだったそうです。安藤サクラさんが主演する満腹は現在視聴率も好評で、安藤サクラさんが演じる福子はとても可愛いと視聴者たちからの評判も上々のようです。安藤サクラさんは生まれたばかりの長女の子育てに奔走しながら、朝ドラの撮影に挑んでいるようです。まだ長女が小さいことから、撮影所に長女を連れて行くこともあるそうです。安藤サクラさんは奥田瑛二さんの娘。安藤サクラさんは俳優の奥田瑛二さんの次女としても知られています。奥田瑛二さんは味のある演技をする俳優として活躍する一方で、自らメガホンを取って映画監督をされることもあります。安藤サクラさんが女優になりたいと言った時、奥田瑛二さんは安藤サクラさん自身のためにも、一切力を貸さ。